は仏御前の滝って言うんですかね。ここは道の駅九頭竜へ行くのにもう昔からよく通ってる道で、この滝も看板はもうかなり昔から知ってはいたんですけど、もうついぞ寄る機会がなくて、とうとう、バイクに乗り始めてから何十年ってことでもないですけど、やっとここに来ることができました。行き先決めて出かけるとどうしてもね寄り道できなくなっちゃうんで、今日はもう朝起きたら天気が良くて、家にいるのももったいないんで、とりあえず出ようって言うんで出てきて、時間があるんであれなんですけど、あら何これ、これ何ですかこれ、うわーマジで立ち入り禁止かよ。立ち入り禁止と言われてもどこまでなのかちょっと見たいんだけど、見てこようかな、どこまで禁止なんだ、どこまで禁止かをちょっと確認に行ってきますよ。やっと行こうっていう気になったのに、土砂崩れなんてひどいな。徒歩10分って書いてあったけど、こんな急な上り階段10分間も歩かなきゃなんないの。倒れたこの木もまさか土砂崩れで倒れてんのこれ。まあ本当だ、こう崩れてきて塞がってら、はあいつなったんだこれ。ここだけの問題、でも行ってる人いるな、横に踏み跡があるもんな。調査へ来た人が行ったのかもしんないけど、おひびこ行けるんであればちょっと見てきましょうかね。ここだけっていうことであればそこと大したことではないかな。すっげえな、こんなでっかい木が根元から、この辺も全部バサーとか、もうこれはよっぽどやな。これどこにあったの、ここかな、いつだこれ、都市の大雪とかでなったのかな。こんなに崩れてるんであればこの辺りもちょっと、あこれ折れてるのかと思ったら、このポールは倒れるようになってるのか。あこの蛇なんだろう、あんまり詳しくねえんだけど、てか蛇がいっぱいいるもんな。あくまでも知識ですけど、マムシはあんまり毒が強くないらしいですね。何にせよ気をつけた方がいいか。もう見晴らしがいいと気分がいいな。でこの先はどうなんだろう、土砂崩れがあそこだけなら
いんですけど、こういう時の、ああ見えた、滝が見えた。あ、カメラの画像じゃちょっと見にくいかな。もうずっと倒れたまんまだな、ポール。基本的に通行止めだから起こしてないんだ。これはこれで足が引っかかりそうだから気をつけなきゃ。もうちょっとカメラだと分かりやすい、はい、この真ん中の奥の方に見えるのが滝ですね。これにちょっと気をつけて歩かないと、引っかかって転んだら滑落しちゃうぞ。もうその辺も結構崩れてるように見えますよね。なんか最近動画撮ってると通行止めとかって書いてあるところ入ってるのが多いような気がするけど、わざわざ狙ってそういうとこ行ってるわけじゃなくて、性格的にどうしてもその先を見たいっていうのが、先走ってね行けるところまで行ってみようかなってなっちゃう。いや、これ最近も通ってるな、ここも石があってまっすぐ歩けないけど、横に踏んで通った跡があるもんな。ここは大丈夫かな、歩いても。うわ、すげえ。うわ、道すごい、あれあれや。ああ。これさ、整備すんのかな？だってもう、さ、関東じゃもう梅雨明けしてるから、北陸なんかもね、もう実際、天気とか、見ると梅雨らしくないから、おそらくもう梅雨明けは間もなく宣言されると思うんやけど、そしてこの観光シーズンもう真っ只中という時に観光資源をきちんと整備してないっていうのは、まあ予算の都合もあるんやろうけど、これは今年度は何もしないのかな。補正予算案が通って、夏か秋ごろに今日はこう使えれるのかな。こういう時のために両手が空くようにアクション株のヘッドマウントベルト買ったんだけど、持ってこなかったのと、頭の先端が重くなって首が疲れるっていうので、ちょっと使おうかどうか悩んでるところです。特にこういう足元悪いところは両手開くようにするのはやっぱ必須だからな。この辺も明らかに崩れてるけど、もう何年も前かな。ここも通行止めはもうかなり前からしてんのかな。ここはちょっとこっち側通るか。で、引っかかった。今年の大雪で鳴ったとかっていう、そんな様子じゃないもんな。結構昔から歩いたまんまだな。早く直してほしいけど。いや、もしこれが百名瀑に選ばれてる滝だったら、多分
予算もすんなり通ってすぐ直すんだろうと思うけど、ここも崩れてきてんだな。こういうのもやっぱ少子化の影響なんですかね。税金を納める世代が少なくなってくるんで、あらゆるところで予算が足りないと。まあでも正直、年代はともかくとしても人口的には今は多いと自分的には思うんで、9000万か8000万ぐらいの人口がちょうどいいかなと。ああ、ここか。まあでもかなり整備されちゃってて、ちょっと個人的には趣が感じられないな。ああ、でこの向こう側へ行くと全貌が見られるのかな。お、あ、これか、これが本体か。あ、すごい、さらに上にも段があるな。あー、